皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回も新しいギター買っちゃったぜ、えへへっていう感じの紹介動画でございます。結構雑談というかそんな感じで埋め尽くされるので、まあのほほんとご覧いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。まあ、こちらがそうね、実際に今回新しく買ってしまったギターなんですけれども、何のギターでしょうか。ベベンベベンベンベン、まあイバニーズという文字が見えるんで、まあイバニーズかなっていうのはわかると思うんですけども、知ってる方からしてみたら、あれこのサイズはひょっとしてアコギかなと、そこまでも分かっていただけたかと思います。そうでございます、アコギでございます。こちらがその本体だ。ザンザンザン開封、うわーぽい、ドドーン、空っぽー。はい、ありがとうございます。ですね、実物がここにございます。これです。実はですね、さっき撮影したんですけど、音声が取れてなかったっていう大失態を犯しまして、実はこれテイク2でございます。悲しい、30分ぐらいずっと喋って、ずっといろいろ鳴らしたりとかしてたのに音が取れてなかった、悲しいテイク2でございます。滝沢勝成です。イバニーズの GA30TCE っていう機種です。で、4種類のカラーリングがあるんですけども、これはナチュラルなんで TCENT っていうね、そんな感じのカラーリングでございますよ。これがその実物でございます、うん、エレガットでございました。エレガット、今までこういう手の動画でさ、ほら新しくギター買っちゃいました、うんたらかんたらつって、7000円ですとか、なんか8000円ですとか、1万円ですとか、そんなの多かったけども、今回はちょっと高級、今度はちょっと高級でございます。いくらしたかっていうと33,330円、送料込みで、代引き手数料込みで33,330円、3万円もしちゃいましたよ。高級ですよ。僕はそんな3万円も出して高級ギターを買ってしまいました。そんなガットギターの、紹介といいますか、新しいギター買っちゃったへへって雑談動画でございます。早速ちょっくら鳴らしてみますと、まあ、こんな感じの音でございます。嬉しいことになんか取れた。チュ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 ーナーボタンが取れました。物は大事に使わなきゃダメだよ。チューナーボタンがあるってことはチューニングができるんですよ。すごいですよね。チューナーついてます。でも3万円でさ、エレガットでさ、チューナープリアンプついてるって結構すごいよね。それが3万円で買えちゃうって結構やばいと思うんですけども、どうでしょう。まあ、とりあえずちょっと鳴らしてみましょう。こんな感じの音でございます。ハイフレットから口に、こんな感じのサウンドでございます。いかがでしょうか。まあ、ボディがねかなり小ぶりなので、やっぱ音量はちっちゃいんですけれども、単純にこれはそのアンプから出力することを前提と作らして作られているんで、まあ、生音はさほど重視されてないというのが正直なところかと思います。まあ、パッと聞いた感じで、ね、音ちっちゃいなと思ったと思うんですけども、それはまあ大正解でございます。で、特徴としてはなんかこうね、ネックのね作りの感じとか、多分こうナット幅とかも狭いんじゃないかと思うんですけども、なんかイメージとしてバリバリエレキギターしか弾いてこなかった人がこのギターをパッと持っても、ネックの握り心地感とか、この体のフィット感とかがあんまり違和感なく、なんかこう移行できるんじゃないかなって思います。ガットギターってさ、ネック太いし、ネックあのこのナット幅も太いし、でこのボディも大きくてさ、まあ、ちょっと小ぶりちゃ小ぶりだけどもね、ある程度こうサイズ感でっぷりあるんで、やっぱり最初持つとこうすごい違和感があるというか、弾きづらいっていう風になると思うんですよ。けどエレキなりをしている人でも結構割とすんなり移行できるような感じがします。なんかその押さえた時のテンション感っていうんですかね、これはなんかこれがやっぱり
りそのね、やっぱイバニーズならではなんですかね、なんかネックの反り感とかなのかな、わかんないけど、でもこのホールドした時のこうね、密着感とか、この応援した時のこのテンション感とか、すごいめちゃめちゃ弾きやすい感じですね。でも音量が小さいっていうとちょっとデメリットっぽく聞こえるけれども、まあ逆にね、そのご自宅の練習とかであんまりこの大きな音が、鳴らない方が助かるという方も結構いらっしゃると思うんで、まあそんな方に向けてはすごくおすすめの一本なのかなという感じが、します。で、僕よくそのレッスンの時も言ってるんですけども、鉄弦、つまりそのアコースティックギターとかで、ソロギターとかで練習している方いらっしゃると思うんですけれども、そういう方ね、ガットギター持ってないっていう人結構いらっしゃるんですよ。あのね、一本持つことをね、すごくおすすめする。で、このガットギターを持ってクラシックギター、こう、クラシック系の曲を練習するとすごいこのフィンガリングもそのピッキングもめちゃくちゃ良くなるんですよ。なんで本当にガットギター持ってない、今まで興味があったけれども手出してこなかったとか持つきっかけがなかったとかっていう風に思ってる人はね、すっごくおすすめ。マジでね、めちゃめちゃバランスいいし弾きやすいし、何よりも安い、お値段安い、本当に3万円でこれだったらね、全然あり、全然ありです。ただこれネックの仕上がりなのか、それとも弦とこの、ね、あのネックフレットの相性なのか分かんないけども、ちょっとこうなんか若干こうね、擦れることかなんかでちょっとするんですよね。これからね、ちょっとね、なんか少し謎、なんかもうちょっとまあこんなビブラートすることないけどさ、さすがにこれちょっとこうカス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 言い過ぎな気がするんで、なんかもうちょっとなんとかならないのかなと思うんですけども、まあそんなのもあったりする感じでございますよ。メロですね。皆さんの元からこんなメロの音が流れてきたらなんか最高じゃないですか。いいですね、メロ。感じでございますよ。これがそのアイバニーズの GA30TCE でございますわ。素晴らしい、非常に素晴らしい。でさっき見た通りそのね、あのプリアンプついてるんですよ。でこのイバニーズのギターのね、このシステムなんかこの実はダイレクトアウトができ、バランスアウトができるっていうね、なんかこんなのもあったりとかして、本当もう最高でございます。お家を練習してに使ってもいいし、まあちょっとした、ライブとかに使っても全然いいと思いますし、本当もうこれはね、とにかくもうおすすめ、本当に初心者の方におすすめです。初めてのエレガットにマジでおすすめで、ちょっからこのね、あのピックアップ、さっきテイクワンで鳴らしたんですけれども、せっかくだからピックアップの方も鳴らしていこうかと思います。たまたま、ちょっと今そのこのボボックスでめちゃくちゃいいケーブルがあるので、これを使ってちょっと、ヤマハのステージバス600で鳴らしていきましょう。これこれこのケーブル超高いんですよ、知ってます？ボボックスってなんかこれね、普通に1万円ぐらいするんです、これだけで。1万円なんやて、1万円やて。あとでちょっとあの 4万円のケーブルマンで鳴らしてみましょうではちょっくら接続をしてみて、パパッとで、これでこのボリューム上げていくとなるはずなんですけども、鳴らしてみましょう。
多分ね、アンダーサドルのね、ピックアップだと思うんですよね。まあ、これはまあ正直、良くも悪くも、まあ、ピエゾだなって感じです。まあ、しょうがない、これは。むしろこの3万円とかでね、コンデンサーマイクとか入ってたらびっくりした。で、このつまみの方はボリューム、チューナー、トレブル、そして、フェーズスイッチと、ベースという感じです。フラットで弾いてみましょう。ちょっとこのボリュームを聞かせて。こんなもんかな。合わない。気づいたんですけどもね、ちょっと聞いてて気づくことありませんか。1弦とかは割となってるんだけども、ここ6弦のバランスがねすごい悪いんですよ。でこれはそのね、メンテナンスでなんとかなるかもしれないし、弦交換してなんとかなるかもしれないですし、ちょっとこういじればなんとかなる範囲かもわかんないんだけども、初期状態だとなんか6弦の音量がすごい小さくて、ちょっとこうバランス悪いですよね。こんな感じで、これがちょっとね、っていうところですね。もしこの同じ機種持ってる方いらっしゃいましたら、ちょっとコメントいただけると嬉しいです。皆さんのギターはどうでしょうか。このアンプに出力した時に6弦の音しっかり出てますかね。これもしかしたらね、この個体がたまたまっていう可能性もあるので、皆さんのそのね、同じ機種持ってらっしゃいましたら、ギター事情を教えていただけますと幸いでございます。こんな感じでございます。普通に良くも悪くもピエゾって感じでございまして、このピエゾのピックアップなんでね、そのピッキングのこの硬い感じがはっきりできますし、まあ、ちょっとこう薄っぺらくなってしまうところはあるんですけども、このバンドサウンドとかでも埋もれないような音作りが全然できるかなという感じでございます。なんでこのストロークとかするとね、すごいこの勢いがあっていいですよね。ガーッて、
現がちょっと惜しいところではございますわ。けど何度も言うだけでも初めてのガットギターとか今まで興味があったけれども手が出せなかった人とかにはすっごいおすすめ。音量がねすごい単純にすごい小さいんでご自宅の練習とかでもねすごい役に立てると思いますし、何よりもこうねフィンガリングとピッキングの強化に、すごいつながると思いますので、まあ本当に興味があればぜひ、検討していただければ幸いでございます。楽器屋さんにも全然 ある機種だと思うので、もし見かけたら、トライしてみてください、試奏してみてください。3万円でこれがまあ作れれば全然上出来って感じですよ。本当になんだろう、やっぱネックが細いのかな、なんかこう肌触りがいいというか、この滑りがいいというか、そういうのもあってなんかすごいこの馴染む気がします。まあ僕自身はガットギターよく弾くんで、ガット慣れしてるから別にどのギター弾いてもそんなに違和感ないんですけれども、本当にガットギター慣れてない人がねパッと持ってもあ、すごい面白いみたいな感じですぐに移行できる内容だと思いますので、まあ、もしよければ本当に進んでいただければ幸いでございます。3万円でこれが買えればねマジで上出来。そんな感じでソロギターを弾いている方々もですね、よかったら、ぜひガットギターをこの機会にチャレンジしていただければ幸いでございます。そんな感じで今回の動画はイバニーズの GA30TCENT を買っちゃったよ、みたいな感じの動画でございました。まあ、どっかでまたね、演奏動画とかね、その解説動画とか、日曜の夜ですよ、生放送で使ったりとかすると思いますので、またこの登場を楽しみにしていただければ幸いでございます。それでは今回はこんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。なんかこの動画の感想とかリクエストとかありましたらぜひコメントの方にババッと書いていただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。